エアバスターのお手入れ方法をご説明いたします。お手入れの時期の目安は部品によって異なりますので、こちらをご確認ください。お手入れ前の準備についてご説明いたします。必ず電源をオフにしてください。電源ランプが消えても送風ファンはおよそ10秒間回り続けます。ファンが止まるまで絶対に触れないでください。ファンが止まったのを確認したら電源プラグを抜いてください。前面部分とオゾン発生体のお手入れについてご説明いたします。前面パネル上部のつまみを下に押し下げるようにして取り外してください。前面パネルに付着したホコリを水道水でよく洗い流します。特に透明の窓部分は汚れがあると近接センサーに反応してしまうので、丁寧に洗い流してください。洗浄後はよく乾燥させてください。付属の取り外し金具を使用し、内部にある左右2つのオゾン発生体を取り外してください。手で無理に発生体を取り外そうとすると取り付け部が緩んでしまいますので、必ず専用の取り外し金具をご使用ください。小さめの容器に水 100cc と重曹小さじ1杯を入れます。取り外したオゾン発生体を入れ、つけ置きします。つけ置きの時間はおよそ30分を目安にしてください。長時間つけても問題はありません。流水下で付属のブラシを使い、金属部分をよく洗い流してください。水分を拭き取ったらよく乾燥させてください。濡れたまま取り付けると故障の原因になる恐れがあります。そして水分を含ませた柔らかい布で取り付け台の汚れを拭き取ってください。近接センサーに汚れが付着しているとセンサーが感知してしまい、オゾンの放出が止まってしまいます。そのためお手入れの際には綿棒や付属のブラシで汚れをよく取り除いてください。背面部分のお手入れについてご説明いたします。吸気フィルターは横にスライドさせ取り外してください。吸気フィルターの網に付着したホコリを水道水でよく洗い流してください。洗浄後はよく乾燥させてください。ファンの汚れは水分を含ませた柔らかい布で拭き取るか、掃除機などで吸い取ってください。最後に部品の取り付けについてご説明いたします。水洗いした部品はすべてよく乾燥させてから取り付けを行ってください。背面の吸気フィルターをスライドして取り付けます。2つのオゾン発生体を取り付けます。丸、三角の印に合わせて取り付けてください。前面パネルを取り付けます。
下の爪を先に入れ、上部をパチッと音が鳴るまで押して確実に固定してください。以上でお手入れは終了です。